はた人間と比較すると、巨木ぶりがわかる根ゴ屋神社の大ケヤキは、山梨県北都市スタマ町工草の根ゴ屋神社境内にある一体の日本有数の大ケヤキである。神社の境内に、本殿と舞台を挟む形で両脇に大きなケヤキがある。向かって、右手がは木左手がタギと呼ばれ、いずれも樹高20メートル。 目通り間位10メートルを超える巨木である。芽吹きの速さによって、その年の作柄を占うの表しがあった。この日本はセットで、国の天然記念物に指定されている。腰を防ぐため多数の補修を受けているが、今もなお青葉を茂らせている。同神社は、猫屋集落にある。同集落は、塩川沿いを走光する、帯街道に沿っており、 新州峠を越えて、品濃国へ至る。広州と新州とを結ぶ街道の一つであった。現在では、県道が塩川西岸に移ったが、以前はこの道が、造温泉や新州峠へのルートとなっていた。猫屋、猫屋は、山城の麓の集落によく付けられる名前だが、この集落の場合も、戦国時代の山城である、四宿城がすぐ東の山城に存在する。 天正10年3月に武田家が滅亡し、同年6月には甲斐、信濃をめぐる天正神語の乱が発生する。天正神語の乱において、徳川氏、御法上氏は、韮崎市の七里岩周辺の城塞に布陣して退治し、穂坂寺いの市宿上後には、法上法が布陣した。同年6月の合戦で、徳川、旧武田家臣団連合軍の野衆により落城した。 一位の契約は樹齢千年と推定されており、戦国の栄光を見下ろしてきたことになる。ありがとうございます。